今日もね、ルーチンのお金をね、動かすという、それだけをね、のために、あとはね、お買い物もね、しないと、食料が切れてしまうんでね、今日はあったかいね、フリースだけでも、そんなに。なんかやってんのかな。足場くって組んでんな。外装かな。なんか外装補助金でできるとかってね。ここもなんか綺麗にしたんだな。ような。ネットにね、流れてるけど。本当なのかな。補助金はもらえるにしても。何パーセント半額とかね、何かそういうあれがあるんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょう。昨日もね、あちこちとぐるぐる回ってお金を動かして、お金を動かすだけでね、お金が儲かるっていうか、何かしらね、ポイントがもらえたりみたいなね、ことが、どん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 今増えてきてるわけよね。T ネオバンクだったっけ？っていうのもね、要する、あ、違うか。それじゃなくて新生銀行か。新生銀行が1万円以上の振り込みがあると、1回25ポイントで月最高200ポイントみたいなね。だから要するに月8回か、月1万円以上の振り込みを8回やれば200万円、200円もらえるというようなね、ことがあるんで、なおかつこれいちいちね、本当に毎月8回入金しなきゃいけない、振り込まなきゃいけないからっつって、いちいちパソコンで操作してたら、これはめんどくさいわけよ、やっぱり。ね。手間がかかるわけよ。だからその手間をかけないように、どうしたらいいもんかなと思って考えたのが、自動振り込みっていうのがね、あるわけよ。で、その自動振り込み、で、その T ネオバンクっていうのが、自動振込のね、システムがあるんで、で、なおかつ、月5回まで振込手数料無料みたいな今、ランクでやってね、違うみたいだけども、今は月5回まで振込無料みたいな感じで、なってるんでね。だから月5回の自動振込の設定をして、毎月ね、5回自動で振り込まれるというようにね。そうすれば、要するに5回かける25円。25円なのかな、新生銀行。円なのかポイントなのか忘れちゃったな。あ、ポイントか、T ポイントだ。新生銀行はね、で、楽天銀行は月3回まで、無料振込ができる。で、なおかつその楽天銀行も、3回までの振込手数料無料の回数があるんでね。だから楽天銀行は3回振込、無料の回数を使って、
設定すると。でこれで8回、まあ要するに 満額200ポイントもらえるというようになってるわけよ。でね、またそれでどん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 振り込んでいったら、要するに新生銀行にどん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 お金が貯まっちゃうわけよね。で新生銀行の普通預金の金利っていうのはいくつだったかな、 0.0 いくつなんだよね、 0.1 ないんだよね。楽天銀行は 0.1 で、ネオバンクも 0.0 いくつだと思ったけどな、確か。だからまあなんだけども、自動入金システム、自動入金振込っていうのもね、自動振込入金、自動入金振込、なんかそんなのもあって、これはね、ネオバンクにだけあると、そういうシステムがね。なんで、そのネオバンクにお金を戻すと、振り込んだお金をネオバンクにまたね、戻すと、振り込み戻すと。これも自動でできるわけよ、毎月ね。毎月何回とかって決まってるのかもしれないけど、まあ、それもできると。要するにお金をただ動かしてるだけなのよね。あの振り込み手数料ゼロっていうのを生かして、新生銀行に月8回振り込んで、でそのお金をまた戻すと、ネオバンクにね。まあ、楽天銀行のお金が減ってっちゃってるんで、それを、今度ネオバンクで ATM で引き出して楽天銀行に入れると。でこれは ATM を無料で、月5回かな、何回かあるみたいなんで、あるんで、それを使ってまた楽天銀行にお金を動かすというようなことをただやればいいと。だからね、まあ本当お金を動かすだけで、それもお金を動かすというのも自動的にね、まあ、自動的にっていうか、まあ1回だけ、月1回だけ、まあ、月1回でもなくてもいいんだけど、まあ、要するにほぼ手間いらずで200円儲かると、200ポイント儲かるということがね、判明したんで、一応そんな感じでシステムは組んであるんだけど、実際まだ入金されてないのよ。入金というかポイントが入ってきてないんだよね。ここら辺がよくわからないといったところでね、煙鉄ストアについて、これはね、お勤め品の菓子パンをね、見に行くと。到着。